いた。なるほどね、花山椒ってのを使うのか。そう、ただの山椒とは辛さも風味も段違い。東方でしか栽培されてないけど、最近は鉄道便で注文できるよ。いや、自分で麻婆を作るとどうも物足りなかったんだよな。まあか、一つ勉強になったぜ。レクターさん、こちらにいましたか。あっさり見つかったわね。なんだかものすごくチャランポランそうな。あとは身分確認ができればミッション終了だけど。ああ、遅かったな。待ってたぜ、心の友よ。え？マサ、こいつらがさっき言った連中だ。やる気と根性だけはあるから、ビシビシしごいてやってくれ。わかった、任せるね。4人というのは大変だけど、東方料理が広まるのは嬉しい。頑張ってついてくるよろし。一体何の話を。逃げた。相変わらずだな。追いかけないと。こら、どこに行く。もう修行は始まっている。まずは下ごしらえの練習ね。いや違うんです。私たちクロスベル警察に所属するもので。勘違いなら仕方ない。でも何かの縁ね。これを持っていくといい。って、いいんですか？手帳までもらっちゃって。店の余り物だから気にしない。精進するがいいね。ありがとうございます。それじゃあ失礼します。みんな追いかけるぞ。ええ、了解です。ダメだ、見失った。とんでもない人ですね。まるで私たちが来るのを分かってて引っ掛けたような。まあ、あれくらいのことは朝飯前なんでしょうね。さすがは情報機関の隊員を務めるだけはあるわ。とても軍人とは思えないような方法だけど。で、ここで諦めるのかい？いや、とにかく後を追ってみよう。今なら通りの人に聞けば行方がつかめるかもしれない。わかったわ、行きましょう。しかしクロスベルってのはマジでわけわからんよな。言いたいことはなんとなくわかりますけど。通称オルキスタワー、地上250アージ、40階建ての世界初の超高層ビルディング。新市長に加えて企業用のフロア、国際会議場なども用意されているわ。確かに圧巻ですよね。こんなに離れているのにあんなに大きく見えるなんて。まだ隠れているからどんなデザインかわからないけど、もう一通り完成してるんだって。ああ、もう市の職員の半分はあちらに移っているらしい。実際のビルのお披露目は通商会議の時になるけど。で、並み居る首脳たちの度肝を抜くつもりってわけだ。やれやれ、データクロイスってな、思ってた以上の人物みたいだな。クロスベル警察、
特務支援課としてお聞きします。レクター・アランドール殿、身元の確認にご協力ください。真面目だね。嫌だと言ったら。確かにクロスベルでは帝国共和国政府関係者に対して法的拘束力を行使できません。ですがそれはあくまで身元が明らかになっている場合だけです。逆に明らかにできなければ普通の外国人と同じレベルでは取り調べることができる。なるほど、そういうことか。うん、そうきたか。仕方ない、年貢の納め時のようだな。いいぜ、俺の所属は。ん？どうしたんですか？ああ、向こうの建物だ。なんか黒い人影が屋根を飛び回ってないか？まさか。もしかしてあのインって人かな？でもこんな昼間からですか？しまった。まさかこのザイルで下へ。ありえない。信じられないことするな。ここまで常識が通用しない相手だなんて。この下は裏通りだ。とにかく階段で降りるぞ。本当に降りたんだ。わざわざ仕込んでいたのかな。とにかく追いましょう。ああ、通りにいる人たちに片っ端。なんだなんだ、またドギかよ。たまにはフィーナも出てくれないとつまんねえぜ。レクターさん、もう逃げられませんよ。いい加減観念して身元を明らかにしてください。身元ね。身元どれがいいかなっと。あからさまにごまかそうとしないでください。そうだな、イエスオアノーで答えるから何でも質問してくれよ。わかりました。帝国政府二等書記官レクター・アランドール殿で間違いありませんか？イエス。帝国軍情報局に所属する特務隊員でもいらっしゃる。イエスだ。あっさり認めるのか。では私、今回の訪問は帝国政府の意向を受けてのものですか？ノーでありイエスでもある。1ヶ月以上の滞在を予定されていますか？答えはノーだ。1週間くらいで帰るぜ。ここまでか。ええ、これ以上は無理ね。お手数をかけました、アランドール隊。ご協力感謝いたします。ああ、別にいいけどよ。そういや、あのちびっ子は元気か？あんたらが引き取ったんだよな。キーヤのことですよね。ええ、おかげさまで元気いっぱいに暮らしています。その説はありがとうございました。僕たちを逃がすのに協力してくれたもんね。ん？何のことだ？俺はクロと遊んでただけだぜ。そういや、ハルトマンのおっさん結局捕まっちまったんだってな。ま、妙なのに連れ回されてたし、無事に保護されてよかったぜ。なんでそんなことまで。あの二人を逮捕してから3日も経っていないのに。ま、そのあたりの確認も俺が来た目的の一つだからな。ちなみに他の目的は。ああ、いたいた。
こんなところで何やってんのさ。アルカンシェルのチケットを手配してくれるんだろ。それでどうなったのさ。うん、今日の夜公演の貴賓席を確保してやったぞ。せいぜい感謝するがよい。本当？サンキュー。前から見たかったんだよね。誰だ？まだ若いみたいだけど。あれ？何かな。お兄さん、匂いがするね。懐かしい匂いだ。はあ、どわっ、うわっ、ちょっと、いきなり何を。ごちそうさま。うん、やっぱりかすかに匂いがするな。そっちの二人からはほとんど匂わないけど。あ、お姉さんはちょっとするね。お姉さん、大きいね。シャーリーはペタンだから羨ましいよ。ちょっと、やめてちょうだい。どうしてこんな。いい光景だな。確かに、じゃなくて。ちょっと君、いきなり何してるんだ。やりたい放題だな。それ以上やるとセクハラになっちまうぞ。セクハラじゃないよ、スキンシップだってば。十分セクハラです。エリーさん、大丈夫か。うん、それでは俺たちは失礼しよう。ミシュラムのテーマパークで夜まで遊び倒すんでな。それじゃまたね。なんだったんだ。つい見逃しちゃいましたけど。強烈な子だったね。15、6歳くらいかな。なかなかいい仕事するじゃない。いい仕事じゃありません。どうして私がこんな目に。災難だったな。まあ女の子同士だし、そこまで深刻にならなくても。それに君、マリアベル城に揉まれ慣れてるんじゃないの。